川端です。よろしくお願いします。今回はですね、高校受験を終えた生徒に向けてですね、高校受験と大学受験こんなに違うんだよっていうね、話をしていきたいというふうに思います。高校受験はですね、なんだかんだ言ってですね、何が重要だったかというとですね、実力ももちろん重要なんですけれども、学校の成績って重要でしたよね。特に公立の学校を目指す上で、学校の成績がね、だいたい3割とか4割で、実力が、6割から7割という形でね、その学校の成績とその実際に受ける試験、それを合わせて、合わせた点数で合否が出たかと思うんですけれども、大学入試はそんなことはありません。この入試のね、形式ですけども、この一般入試の場合はですね、学校の成績は関係ありません。なので、学校の成績が、ね、悪くても実際のテストで点数取れれば受かるということなんですね。で、この一般入試とあとは推薦入試があります。まあ、もちろん高校入試でも推薦入試はあったかと思うんですけども、ただこの推薦入試でも大きく分けて2つあって、1つが指定校推薦と呼ばれるものです。で、指定校推薦というのはですね、なんとか高校の、例えば早稲田大学の枠、まあ、例えば早稲田大学でも、政治経済学部の枠が1人とかですね、まあ、各高校によって枠が定められていて、その、例えばその1人ですね、もしその枠が1人だったら、その学校で1人だけ行くことができるということになります。で、基本的には基準があります。学校の評点平均 4.5 とかですね、 4.5 っていうのは簡単に言うと4と5が半々ってことですね。で、 4.5 以上だったら資格を持っていて、で、その中からその学校の中で応募した人で何人か、例えば3人応募したとしたら、その3人の中で大体はね、一番成績いい子ですね、 4.5 以上ある生徒の中で一番いい成績の子がその指定校を取って、合格することができるというようなシステムです。で、このね、指定校推薦は非常にですね、まあ、これも学校によってですけど、枠が多いので、それをうまく利用して、合格する生徒もいます。で、また、この総合選抜、まあ、最近こっち流行ってるんですけど、まあ、約ね、10% と言われてます。これは国公立も私立、国公立大学も私立大学もあります。この総合選抜、総合選抜っていうのは、まあ、学校の成績プラスアルファ、なんかその特技を持ってる。例えば部活動で、全国大会に出場した経験があるとか、それをアピールするとかですね。まあ、あとは、まあ、英検がね、なんと1級を持ってるよとかね。あとそのプレゼン能力があるとかですね。あと結構ね、多いのは帰国子女の方ですね。帰国子女の方とかも、この総合型選抜をうまく利用して合格するとかってなるんですけども、その学校の成績プラスアルファ何か能力を持っている、その小論文とかそういうのを書けるとか、そういう人は、こっちの方が向いているかもしれません。ということで、まあ大学入試はですね、この一般入試と推薦入試、大きく2つに分かれているよということです。で、で、先ほど言ったように、こっちの推薦の方はなんだかんだ言って学校の成績が必要になってくるということですね。はい。で、それで、大学を目指すって言ってもですね、まあ大きく分けて私立大学、国公立大学。まあ私立大学っていうのは、例えば早稲田大学とか、慶応大学とかですね、上智大学とか、明治大学とか、まあいろいろありますよね。で、国公立っていうのは、東大。東京大学とか京都大学とかですね、一橋大学とか、北海道大学とかね、そういった大学ですね。で、私立と国公立の違いとしてはですね、まあ、私立は、まあ、学費が高め、で、国公立は学費が安めっていうのがあります。それは、高校入試でいう、公立と私立の違いと、まあ、同じかと思います。で、あとは、理系に進むのか、文系に進むのかということで、これも全然違っていきます。で、理系の方はですね、文系に比べて、やっぱり、結構、専門的なことをやるので、まあ、そのままですね、大学院に行く割合とか結構多いかと思います。あとは、例えば医学部だったらね、もう大体お医者さんになりますよね。薬学部だったらね、薬剤師の方になると、なる人が多いと思うんですけども、そういうね、なんか、特殊な技能を、
必要とするのは結構理系かなというふうな感じはありますね。まあもちろん文系で弁護士になりたいとか、まあそういうのもあるかとは思うんですけれども、まあ理系文系に分かれますよってことですね。で、ここで大切なのはですね、試験科目なんですね。試験科目。で、私立で例えば理系の場合だったら、英語、数学、理科。で、理科もですね、ここに書きました。科が物理、化学、生物、地学とあって、で、大学によってはですね、理科1科目でいい。例えば物理だけでいいよとか、化学だけでいいよっていう大学もあれば、上のレベルの大学、まあ、例えば早稲田とか慶応とかになりますと、理科は2科目。物理と化学とか、化学と生物とかね、そういった形で理科2科目必要になってきたりします。でただし、まあ、一応英語と、まあ、理系だったら英語と数学と、理科という3教科。で、国語だったら、あ、ここじゃない。間違えました。文系だったら、英語、国語、社会ですね。英語、国語、社会。で、社会の代わりに数学っていう人も、います。また、まあ、学部によっては数学で受けられる学部もあったりします。で、ただ、3教科ですね。という具合になります。まあ、社会は、世界史とか日本史とか、まあ、場合によっては地理とか、そういった形になるわけですけども、その中から1科目選ぶという形です。で、ただ、国公立というのはですね、まず試験が2つあります。1つが共通テストと呼ばれているものですね。まあ、昔はセンター試験と呼ばれたものです。で、もう1つが、まあ、個別試験、まあ、二次試験と呼ばれるものです。で、それを、合算して、その合計点数で、受かると。いう形に大体の大学はなっています。で、国公立なんですけれども、その共通テストですね。で、共通テストがですね、結構大変で、こう2025年度入試からですね、共通テスト7教科21科目、21科目なんですよ。7教科、7も教科あるのかって感じですけどね。7教科21科目というふうに言われてます。もちろん21科目全部受けるわけではないんですけれども、まずこの7教科って言われたのはここに書いてある。国語、地理歴史。公民、数学、理科、外国語、情報、1、2、3、4、5、6、7。この7科目ですね。まあ、社会はね、ここ社会ってまとめてもいいような気がしますけども、このように分かれています。で、ここでポイントはですね、この情報ですね。情報。これ必修になるんですね。で、この情報っていう科目は、この2025年度から入試で、一応必修って形になりますので、まあ、これもね、やっぱり大学によっては多少ね、まあ、配点とか変わってくると思うんですけど、結構新しく登場して、まあ、これがですね、結構大変じゃないのかなと、勉強するのに大変じゃないかなというふうに思います。で、あとは、先ほど言ったように、まあ、この、例えば地理歴史だったら、まあ、地理でも地理とか世界史とか日本史とかですね、公民、公共政経っていうのと公共倫理とかですね。まあ、例えば、東京大学の理系とかになるとですね、これ全部共通テストでね、必要になってきます。で、理科は2科目とかですね。で、っていう形になっていたりとか、これはもう大学によって変わってきます。で、やっぱりレベルが高ければ高いほど、たくさんの教科を必要とするっていうところが多いのが、まあ、現状ですね。っていうことですね。で、数学だったらですね、数 1A と数 2BC。この数 C っていうのがですね、久しぶりに復活するんですね。まあ、私の世代、私今41歳なんですけども、私の時は数 C あったんですけども、まあ、ちょっと違った形でですね、数 C っていうのが登場して、まあ、これもですね、まあ、範囲が広くなったと。まあ、数 B で統計っていうのが加わったりするので、そういう意味で、まあ、選択肢も増えながら、ちょっと勉強する量も、確実に共通テストで増えてるということで、まあ、一言で言うと大変です。で、ただこの共通テストをクリアというか、共通テストを受けて、さらに個別試験、二次試験が待ってると。で、二次試験は、例えば、東大だったら国語あるんですね。国語と、英語と、数学と理科があるとかですね。まあ、それも個別の大学によって変わってきますけど、二次試験がありますよっていうことなので、その国公立を目指すのか、私立を目指すのかで全然変わってきますので、自分はね、どっちを目指したいと思ってんのかと。で、私立は極端なこと言えば、3教科しっかり、点数取れれば、一般入試の場合ですね。3教科ってしっかり点数取れれば受かるので、その3教科に絞ってですね、そこにとにかく時間をかけて勉強していけば、他の人と差をつけることができるということですね。
まあ、まんべんなく、国公立の場合だったらまんべんなくちゃんと勉強しなきゃダメだよということです。で、ここでですね、まあ私一応数学の先生なので、数学について言っておくと、数学はですね、大きく分けて 1A、2B、3C というふうに分かれています。で、この、簡単に言うと、数 1A は高校1年生で勉強する内容。数 2B は高校2年生。数 3C は高校3年生という具合になって、います。で、理系はですね、この数 3C まで必要です。理系は数 3C。で、文系の方は 2B まで。で、ただ、数 C がここに入ってくるので、まあ、数 C をね、勉強する人も、いるかと思うんですけれども、まあ、だいたい 2B ぐらいまでかなと。で、この数 B も、内容はちょっと、この2025年よりの前か、その後かで変わってくるんですけど、数 B もこの統計っていう分野が新たに加わりました。で、簡単に言うとね、勉強する量が増えてるんですよ。で、しかも、さっき言ったように、情報もやんなきゃいけないので、まず非常に大変だってことですね。で、理系はこの数三を、まあ、これ、数三だけは理系ですね。ですけども、実際の、入試はですね、この数三の内容が非常に割合が高いです。理系で数三まで、数三 C まで課されている人が、まあ、主にこの微分、積分と言われる単元が結構、大学入試のひな型のね、単元なんですけども、そこが非常に、まあ、入試で必ず出るよというようなところになってくるので、で、ただですね、この数三っていうのをちゃんと理解するためにはですね、数二の例えば三角関数っていうのをちゃんと勉強しなきゃいけません。この三角関数がちゃんとできないと、この数三もできません。またその三角関数の前に数一で三角比っていうのを勉強したりします。三角比、まあ、サイン、コサイン、タンジェントとかね、聞いたことあると思うんですけども、そういったものを勉強します。なので、これ、なんていうんですかね、その、理科のね、中学校の理科の、例えば、地学の内容、例えば、天気を勉強するのと、物理の電気を勉強するのと全然違いますよね。天気と電気がなんか、重ねられることってないと思うんですよ、ほぼ。で、ただ、数学っていうのは、この関連性があるので、この数 1A ができないと、やっぱり数 2B 困りますし、数 2B できないと数 3C が困りますよ、ということになってきます。まあ、もうちょっとね、大きな括りで言うと、中学数学がちゃんとできてないと、その高校数学もできませんからね。ということで、その土台が大きければ大きいほどいいわけですね。土台が小さいと、いくらですね、基礎力がないと、いくら応用的なものをですね、教えてもね、吸収されません。なので、私が何が言いたいかっていうと、高校1年生から当たり前ですけど、ちゃんと勉強しないとまずいよってことです。高校1年生からちゃんと勉強しないとまずいよと。で、私はまあ、高校入試、大学入試で両方とも、普段、家庭教師とか、まあ、以前は塾とか学校とかでやっていましたけれども、特にですね、高1、高2の時に数学できなかったけど、高3になったら、なんか数学めちゃめちゃ伸びたよっていう生徒は、ほぼ見たことがないです。これ本当です。ほぼ見たことがないです。これ1年生、2年生の時に、できている生徒は、やっぱり高3の時も数学できるんです。1年生の時からつまずいてしまうと、結構そのまま、もう数学は無理。数学は無理だと、もう国公立無理。だからもう私立文系に行くとかね。まあ、それ、好んで行くんだったら全然問題ないんですけども、行きたくても行けないっていう状況が起こりうるので、この高校1年生からですね、ちゃんと勉強することをお勧めします。で、ちゃんと勉強するって何なのかということなんですけども、まあ、学校でですね、もちろん、宿題とかなんとかって与えられると思います。まあ、量はね、学校によってそれぞれ違うかと思うんですけれども、まあ、私がね、言いたいのはですね、学校の勉強以外に何か勉強するものをちゃんと用意した方がいいよということです。まあ一つはですね、自分で参考書を買って、勉強を進めると。で、ただですね、まあ参考書、最近の参考書はね、わかりやすく書いてはいると思います。で、まあそれでね、めきめき力をつける人もいると思うんですけども、ただ参考書って、勉強するのが結構大変な人もいます。で、そういう人たちは、どういうものを使えばいいかっていうと、今、勉強で役に立つのってやっぱり、まあ、この YouTube もそうですけど、動画教材ですね。動画教材は、まあ、スタディサプリとかいろいろあります。まあ、YouTube もそうですし、
いろいろあるので、その動画の教材をうまく利用しながらやっていくっていうのは一つの手かと思います。で、あとはですね、まあ、なんだかんだ言って、まあ、高校入試ですね、合格したのはね、何のおかげか、もちろんね、あなたの努力のおかげだとは思いますけれども、それ以外の部分で大きかった要素って何かって言われたら、塾ですよね。間違いなく塾の存在って大きかったと思います。でね、やっぱりね、やめるんですよ。中3になって、まあ、高校受験やって、ああ、終わったってやめて、で、高校1年生から、まあ、部活とかね、一緒、部活も勉強も頑張ろう、みたいなね、感じでね。それは正しいんですけど、部活も勉強も頑張ろうってやってるんですけども、まあ、結局、その、今まで塾があったから、その、中学校ではですね、俺はできると思ったかもしれないけど、その塾がなくなった瞬間ですね、みんな横一列に並ぶわけですね。まあ、高校入試は、ある一定のね、基準で受かった人たちが集まっていくわけですからね。で、その中での戦いになっていくわけなので、学校のことだけをやってる生徒は、その学校の上位に行けるかって言ったら、そんなことはないです。学校以外の勉強を先ほど言ったようにやっているわけなんですね。なので、そのためのツールとして塾っていうのを利用するっていうのはありかなと思います。特に数学はそう思います。数学はそう思います。で、最近はですね、学校の授業のスピードが速くなってます。先ほど、数 1A1 年、数 2B2 年、数3、3年とか言ってますけども、結構新学校ですね、1年生のうちに数2、数 B もかじります。1年生のうちに数2、数 B かじってやっていきます。で、なんで速くなってるかっていうと、もちろんこの入試にね、合わせて早く終わらせなきゃいけないっていうのもあるんですけれども、最近はもうそれこそパソコンを利用したり、その iPad を利用したりしてですね、画面を映し出して黒板とかホワイトボードでねやるんじゃなくって、画面を映し出してやる機会が非常に増えてます。で、それはですね、非常に生徒にとっては分かりやすく見えると思います。まあ、実際分かりやすいと思います。で、ただですね、自分で手で書く量っていうのは確実に減ります。で、説明をパッパッパってやると、おー、分かりやすいってなるんですけども、ただ分かりやすいのと分かるのとできるのって違いますよね。できるっていうのは自分が手を動かして、頭を使って手を動かさないとできるようにはならないわけですよ。だからその時間っていうのが、早く進む、ということは、そういう時間が少ないっていうことなので、それを自分でちゃんと時間を確保して勉強しなきゃいけないっていうことですね。で、上の学校であればあるほど、その基本事項っていうのは、さらっと説明します。あ、まあ分かって、まあ大体ね、本当上の学校だと、まあ例えば、その数 A で図形の分野ってあるんですけど、メネラウスの定理なんかね、高校受験の時に塾の先生教わったでしょみたいな感じで、教材がポッと渡されて、さらっと終わっていくんですよ。で、その時に、ああ、ああってやってる生徒はそこで取り残されてしまうわけですね。で、先ほど言ったように、また分かるとできるは違うので、定期試験の時に愕然とします。あれ？こんな点数取ったことないっていう点数を取ってしまいます。今まで、公立のトップの生徒は、学校の定期試験ですね。もう90点以上取るのが当たり前だと思うかもしれませんけども、90点以上取るっていうのはなかなか難しくなります。それだけ問題のレベルも上がりますし、量も増えていくってことですね。なので、普通にそのままね、のほほんと、高校行ったら高校で頑張ってエンジョイしてって思っているとですね、取り残されてしまいます。また大学入試でね、戦いません。で、大学入試で戦うっていうのも全国大会なんですね。全国大会なんですよ。なので、で全国大会でもさらに言うと、まあそのね、いろんな地方のね、優秀な人とか集まって東大とか受けるわけですよね。で、あとは、どんな人がね、ライバルになるかというとですね、中高一貫生ですね。私立の中高一貫生ですね。その子たちがライバルになります。で、数学は残念ながら、私立中高一貫生の方はかなり強いです。なぜ強いかというと、もう中3終わった時点で、数 1A 大体終わってます。下手すら数 2B も入ってます。もう一年間差がついてるんですね。一年間差がついてます。で、もちろん受験勉強したうんぬんっていうのはあるかもしれませんけれども、数学においてはですね、また中学受験の算数で鍛えられた生徒っていうのはね、単純に賢い、頭がいい、で、計算力もある。で、そういった生徒が、さらに一年間先取りでもう勉強してるわけですから、その生徒たちを、とのライバルになっていくわけなので、あとはもう一つライバルになるのは浪人生の存在ですね。
まあ、浪人生、ね、だいぶ減ってるとはいえ、浪人生ももちろん受けに行きます。なので、1年間分を先に勉強した生徒と将来現役で受かりたかったらそこで勝負するわけなので、そこでのほほんと高校1年生がね、なんか部活も恋愛もとかなんかエンジョイしながらやってるとですね、もう高3になった時に、うわ、これは全然自分が行きたい大学に行けないっていうことはあり得る話なので、私は、そう、中3の時に受験勉強しましたよね。数学の勉強量やりましたね。その勉強量をぜひキープしてほしいです。その勉強量をキープする。で、キープするために何が必要かって言った時に、今、先ほど言ったように、まあ、塾に行くとかですね。なんか動画見てちゃんとやるとかですね。何かしら学校以外のプラスアルファの勉強をしていく必要があるんだよということですね。で、学校の勉強とその自分でプラスアルファで勉強したもの、それが融合するから学校で上位にいられる。学校の上位にいられるってことは、そうやってね、難関大学に受かる確率が上がるということなので、それを高校1年生の時から実践しないと厳しいですよと。特に理系、または国公立の文系ですね。数学を使う人はね、そう、結構大変だと思います。やっぱり、その国語、文系か理系かってね、何が違うかって言ったらね、文系は国語、理系は数学って取られたら、数学の方がね、圧倒的に勉強する時間、かなりかかるんですよ。まあ、例えばですね、今、この共通テストね、国語の試験やってもね、ある程度点数取れると思いますよ。数学は取れるかって言ったら取れません。なぜ取れないかって言ったら、例えば、サイン、30度いくつですかって言われても、サインって習ってませんよね。そしたら全然解けないじゃないですか。でも国語は論説文があって、結局同じですよね。だから国語ができるのと、また数学ができるとまた違う話なんで、数学ができるようになるのは時間かかるわけです。なので、高校1年生から全力でやっていかないと、厳しいですよという話です。で、ここでですね、まあ、ちょっと宣伝なんですけども、この2023年からですね、私、オンラインの集団授業を始めます。で、新高校1年生のために授業を始めます。で、その新高校1年生はですね、この先ほど言ったこの数 1A、数 2B、この 1A、2B をですね、1年間で終わらすというカリクラムで進めていきます。で、週2回、これがポイントなんですけど、週2回、1回80分の授業になります。で、それぐらいやらないと、まあ、もちろん数 2B まで終わらないよっていうところがあります。で、ただ1年間通してやっていただければ、明らかに差をつけることができるので、もし興味ある方はですね、概要欄の方をクリックしていただければなというふうに思います。なのでね、もう高校入試終わってね、一息っていう気持ちもわかりますけども、間違いなく3年後のね、未来がありますので、その辺を踏まえてですね、勉強を頑張った方がいいんじゃないかなというふうに思います。以上で解説を終わります。では。